ってください。ボルさん。バカ野郎！ボルさん！なんだばかな、どんだけ悲しんでたと思ってたんだ。ボルさん！ああ、バックさん！ボルさん！殴らせてください。何これ。さんが一人でグッバイをどれだけ、どんな思いで。ボルさん。軽い思いでやってるよ。そうだな。朝5時にやること？ちょっと重いな。なんだお前。あと12分で終わるかな。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。どうぞ。すみません、すみません。誰でもロックが何かわからない。ああ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 。じゃらららら。会議室。あ、いないわ、もう終わってるわ。会議室行こう。ずるとな、まずるとな。ですが、そんなあなたが。服を飲んで。うわ。うら。自ら。その生命線を絶った。なぜそんなことをしたの？ボロさん！はい。え？清掃ですよ。清掃。清掃？清掃してきてください。清掃？なんで？たくさん清掃だからいいか。早く清掃。なんでの？何？ボロさん。なんでだとむずいな。それこそ自由なんだよな。自由？うん。私から見たら全く真逆のことじゃないかと。それゆえにあなたは今は亡き人になってしまったということですか？うん、まあそうだね。立ってください。ボルさん。バカ野郎！ボルさん！なんだばかな、どんだけ悲しんでたと思ってたんだ。ああ、バックさん、殴らせてください。何これ。私はね、篠崎圭さんどういう男かとずっと聞きたかったんだ。マックさんをこんな悲しい思いさせて。その理由が自分の限界を超えたかった。何言って。ふざけるな。ボロさん。マックさんが一人でグッバイをどれだけ、どんな思いで。ボロさん。軽い思いでやってるよ。そうだな。ボス。どんな思い出って結構楽しんでるよ。ボス。どんな思い出って別に楽しんでやってるよ、こいつ。私は分かってますよ、ボス。うん。いや。心の奥底はなんかあるかもしれないじゃないですか。あ、そういうこと？ボスは、今言った理由じゃない、絶対に。朝5時にやること？ちょっと重いな。なんだお前。あと12分で終わるかな。あ、ごめんなさい。どうぞ。すみません。ボロさん。はい。まあ、そういうことですよ、皆さん。なるほど、マジ。ちょっとわかんない。はい。何で？なるほど、マジ。ボス、お送りしますよ。皆さん、すみませんね、この時間まで。本当に。いや、とんでもないです。ごめんね、なんか。お会いできて嬉しかったです。ありがとうございます。貴重なものをお願いします。いや、僕、呼ばれてきたら、なんかやってたんで。また写真撮ってください。それじゃあ、今、写真撮ってもらいなさい。いいですか？ありがとうございます。何額縁に入れて飾ります。飾り方どうでもいいよ、別に。怪我してるけどね、今。あ、大丈夫ですか？何？あーい。写真をちょっと撮ろう。なんで？ありがとうございます。やった。写真を撮る。すごい。CM 出てたんだって。CM に出てた。あ、大丈夫。サイトモーターの CM ね。CM 出てたんだって、すごい。写真撮っといた方がいいですよ。みんなもお前。写真な。はい。なんかマスク何？はい。人が、その篠崎さんが憑依してる久住です。で、なんでその毒を飲んだらしいんですけど、なんで毒を飲んだんだって話になって、うんうん、そんなじゃあマックさんが悲しむだろってボイラさんが怒って、うん、でそれをマックさんがいやいいんだいいんだって止めて、うん、ってなったから、うん、ボイラさんが拗ねてます。僕は納得できないって。そうなんですか。だっていいんじゃない、今楽しそうだもん。まあ確かに。っていうかはいゲーム今でもマックさんは会いたいんかな。なるほどね。だからあんなに喜んでんじゃないんですか。やめようやめようやめよう。デリお腹すきました。脈絡。おはよう。おはよう。おはよう。ごめんね、昨日なんか途中で。このマスク全部、このマスク全部。あ、全然いいよ。じゃあ、それも思い出さないと。わからなくなったからさ。これはちょっと。でもさ、死んでんだろ。死んでるらしいね。まあ、本人が言ってたからな。本体はこのペンギンのマスク。薬毒薬で死んだんでしょ。前に。わかんない。爆弾してるじゃない。ね。なんでダミアン怖いの？嫌なこと言うね、ほんま。なんだそれね。わざと言ってるやろ、ほんまに。わざと言ってないよ。わざと言ってない。わざと言ってない。悪いわ、マジで。違う違う、わざと言ってないじゃん。なんか元気ないから。面白がってるからね。元気ないから。めっちゃ楽しそうだもん。いや、元気ない。昨日は、まあ変やったもんだって。昨日はちょっと違うよ、頭が。言うこいとって言うから、なんか、口こねた。頭混乱したから、うちちょっと頭ぐちゃってなったら寝るの。うん、なるほどね。言うこいとって言う。その言い方何、本当に。口とんがらせた。いやいや、なんかもう家から行ったらって言うから。言ってないやん。言い方よ。計算ですね。こんなにそうしちゃったのかな。まあそれはもう実態を知らないから誰からも愛されてたんですよ。みんなそういうふうに言うよね。誰からも愛されてた。警察からもマックがそう見てるだけで見えてただけでしょ。みんなから愛されてたとは私はね、マクドさんから聞いた。誰からも愛されてたのにギャングをほっといて自分毒飲んで死んでもうったってこと？そこがよくわからないんだよね。自分の限界に挑戦したかったって意味が。何か考えてるで何も考えてないじゃないその人が。でもマクドさんがそのボスがいなくなったのはこの町に疲れたからだと思うって言ってたけどね。ああでもペンギンファミリーがあったのって数ヶ月ぐらいでしょ。知らない全然。まあ長くても1年はないんじゃない。これでまあそれはその数ヶ月が濃かったってことか。あれね、憑依は何なの？なんかなんなのあれ、なんなの？ボイラーさんは最初疑ってたんやけど、2人しか知りえないことを知ってたから、マクドさんは絶対本人ですって言ってた。ああ、なるほどね。死んだのに。やめよう。ちょっと何言ってよ。死んだのにない、死んだのに。死人に口なしってこと？俺はそう思う。それはそう。俺はなんか潔悪いなと思う、ボスに。実際そう、良くないことだよ。ね。良くないことなのかな。今生きてる人間の。難しいな。あれいや、全然おかしい。今良くないことってさ、なんで急に判定したの？難しいな。いや、全然、いや、良くないことでしょ。ふっといてさ、ふっといてさ。これはどうかな。やばい。落とすから。これはどうかな、やっぱり。クズ芸人。誰がクズ芸人？誰がクズ芸人？ユンさん。クズ芸人でしょ、今のは。本当に。あれ、めっちゃ悪い。めっちゃ悪い。そうですよ、クズ芸人はちょっと。結果。おい！落としてこい、川に。ひどいぞ。誰が川に落としてこいじゃねえよ。なあ。なんだよ、満足なんか逆に満足なんかよ、それね。満足なんかよ。でも、縛られるの好きなんやろ？ちょっと想像でほどける。想像で？うん、どうやってほどけるか。いやいや、想像でっていうか、ノーレクチャーで。違う、絶対違う、振りかぶったやん、振りかぶったやん、解くときに絶対ちゃうやん。俺もうこれしか分かんなくて、そんなわけねえだろ、暴力は世界中に。同じやったやん、閉じたのと同じ世界だよ。